LED 点灯デモキセットのご紹介と使用方法についてご説明します。まずセット内容は、ケース内に点灯器の制御基板、USB ケーブル、LED 点灯用コネクタの3点が入っています。LED 実装基板は以下の種類をご用意しており、今後も必要に応じて追加予定です。最初に制御基板を電源に接続します。USB ケーブルのコネクタを制御基板に差し込み、USB を電源に接続します。電源はノート PC やモバイルバッテリーなどがご利用可能です。次にコネクタを制御基板に接続します。制御基板には2つの差し口があります。基本的に左側が赤や黄色、黄緑。右側が青、白、緑色用です。目印として制御基板の左側差し口と製品実装基板の方にも赤いシールを貼っています。赤いマークのついた LED 基板を点灯させる場合は赤いマークのついた左側に、マークのないものは右側に差してください。左右を間違えるとうまく光らなかったり故障の原因となるためご注意ください。では実際に LED を点灯させてみましょう。点灯用コネクタに LED を実装した基板を差し込むと LED が点灯します。ここでは赤いマークのある左側にコネクタを接続していますので、こちらの赤いマークのついた基板を入れます。向きは赤と青の配線が出ている側に LED が来るようにしてください。制御基板には電流値を調節できるスイッチがついています。2ミリから5ミリ、10ミリ、20ミリまで4段階の調整が可能です。電流値を変えて点灯することで、実際にお客様が使用されたい電流値での明るさのイメージを見ていただくことができます。各 LED 実装基板のご紹介です。 A CSL09 シリーズはレンズ付きで高輝度タイプ、 PLCC やLED ランプからの置き換えに最適です。 B SMLD12 シリーズは青、白での通電劣化を抑えた高信頼性タイプ、3期向けなど長期仕様に対応できます。 C CSL11 シリーズは1608サイズで高輝度白色やカスタムカラーにも対応可能です。D SMLD15 シリーズ、単ランク対応が可能でマトリックス表示や数字表示など多数個使いでも明るさムラがなく鮮やかな表示を実現します。 E CSL1103 の白色シリーズ、1608サイズで高輝度白色に対応し PLCC からの置き換えに最適です。ぜひご活用ください。